東京の西、多摩地域に位置する八王子。戦国時代には城下町として栄え、江戸時代には幕府を守る要所となった場所でもある。そして一年に一度、この八王子にゆかりの深い強者たちが集まり、その腕を披露する祭りが盛大に行われている。己の生き様をすべて晒し、愛する者すべてにその覚悟と勇気を見せつける祭り。勝ち負けを超えた感動、そしてその先に続く自分だけの人生。平成最後の八王子超人祭り、見る者全員の心を打つ。一回死んでるような感覚はありますね。何もかも失いましたんでね。壮絶な己の反省、生きていく意味も見失った男。違法物に出会ったんですよ。世の中の秩序とか法律とか守る気なんかもうどうでもよくなってくるんですよ。それにハマってから大きく狂ってった感じですね。それでも男は生まれ変わることを強く望んだ。それは愛する者への遅すぎた感謝。袋のためにもう一回やり直さなきゃなっていうのもあったし、親より先に死んじゃいかんなって、それに尽きる。恩返ししたいなっていうのはありますね。そして立ちはだかる難敵。実はアマチュア時代に一度戦ったことのあるこの二人。再びの巡り合いは今回どんな結末を迎えるのか。もういいやって思えればそれで終わりだし、それはまあ終わってみないと分かんないですよね。練習もしてて進化した部分もいっぱいあるんで、そこを見せたいですね。そして今回、八王子のカリスマがオーバー35エイジワンデイキックトーナメントに参戦。アウトローから俳優へとのし上がった反骨の格闘家が、その生き様をまざまざと見せつける。さらに元祖テレビ格闘技の申し子所秀夫、またこの超人祭りに参戦。なんと西口プロレスのアントニオ鯉の木とプロレスルールで対戦する。スターの輝きは未だに健在。所の止まらない動き、要注目。そしてさらにこのイベントを彩る魅惑的なユニットが出演。八王子発信アラフォーダンスボーカルユニットドリーマーズ。彼女たちもまたこの KDC 八王子超人祭りに花を添える。さらに足利銃弾今成正和プロデュースイベント IRE の同日開催も決定。その今成はなんと不惑の鉄人桜井龍太と激突。新感覚のグラップリングバウトは果たしてどんな結末を迎えるのか。その攻防から
目が離せない。そして長年この超人祭りを中心に体を張り続けた地元の勇者箕輪亮太もついに現役引退。かつての師匠我流慎吾を介錯人に迎え最後の戦いに挑む。今回ラストです。自分のやってきた十数年間の格闘技の全てをぶつけたいと思いますので応援よろしくお願いします。そして対戦相手の慎吾さん精一杯盛り上げれるようにお互い精一杯戦いましょう。よろしくお願いします。箕輪の生きてきた証が問われる感動のラストマッチ。この戦い涙なしに見れない。戦いの幕を下ろす者がいる一方でこれから目を出し大きく花開く若い者たちもこの舞台には数多く集結する。次世代の息吹それを感じることができるのも八王子超人祭りの魅力ともいえる。引退試合もあり復帰戦もありまた未来を担う若手の試合もあります。皆さん八王子超人祭り楽しんでください。最強を決める場ではなくここは常に人と人とが触れ合う最高の舞台。平成最後の超人たち大集結 4.7 KT プロジェクトプレゼンツ KDC 八王子超人祭り2019。今年もまた歴史を紡ぐ祭りが開演する。